どうも、イリです。というわけで、本日もゼルダの伝説をやっていきたいと思います。で、今回はですね、こちら、ストーリーを進めてたら新たに見つけた街なんですが、こちらね、ゲルドの街っていうところらしいんですが、ここね、男子禁制なんだよね。なので、周り見てもらってわかる通り、ここにはね、女性しかいません。で、本来はここは男性は入ることできないんですが、唯一リンクだけは許されてるってことで、これ今入れてるんですけど、ここで全裸になったらどうなるかなと思いまして。っていうのもね、なんかどっかの、なんか女性がね、なんかいくら入れたからって言ってなんか変なことはすんなよみたいなことをなんか完全振りだよね。なんかそんなことを言ってたのと、なんか一人ここで男で入ったからなのかな、牢屋に捕まってるやつもいるんだよね。だワンチャンここで全裸になったら、牢屋に入れられる可能性があるんだよね。まあいいや、もうやっていきますか。もうほんと簡単です。もう脱ぐだけ。全部。まあとりあえず今の装備をもう外しますね。さあこんな感じ。全裸といってもまあもちろんね、パンツは履いてますよ。それはね。まあただこのパンツ一丁姿になったことで何か変わるのか。男子禁制だからね。じゃあ行きます。せーので。え？服をまとまる不審なボーイ発見。急いで捉えろ。めっちゃキョロキョロしてる。あ、すげえ。牢屋に入れられたんだけど。うわ。いくらリンクといえども、さすがにこんな格好だったら、ダメか。でもこれってさ、もしかしたら牢屋入る方法ってこれしかないのかな？わかんないけど。今さ、でも結構こう、周りに人がいる状態で脱いだから、まあ、即バレたっていうのもあると思うんだけど、これ全然人いないところで脱いだらどうなんだろう。バレなければ、牢屋に入れられないかな。こことか。この裏で。ここだったら脱いでもバレないはずだから、ちょっとここで脱いでみよう。バレるんかい、ここでも。誰に見られた？てなわけで、多分、誰も見てないところで脱いでも、この中だったらもうダメかな。そしたらさ、ちょうどね、この下が、このなんか用水路的な感じになってるんだよね。穴が開いてるから、この下から、この地面に対して、トーレルーフを使って上半身だけ出したら、どうなるんだ？なんかめっちゃこの女の子照れてるんだけど。まあ、いいや。そうそうそう。こっから、トーレルーフで、上半身だけ出す。ちょっとやってみよう。さあ行きます。ほっ。あ！いける！上半身だけだったらいけるわ。いや、これバレてないん。目の前にいるけど、ちょっと待って、目の前に出てみるか。もうちょっとこっち。際どいね。この辺かな？よいしょ。あ、バレないですね、これ。これだったら、ギリギリセーフっぽい。じゃあ、パンツがダメなんかな、やっぱり。こう、上裸だったらいいのかもね。これ、もうダメだもんね。うん。まあ、これは確かに不審者だわ。ということなので、まあ、さっきの感じ、上半身ワンチャンセーフ説があるので、次ちょっと服一枚ずつ脱いでいきますか。一気に脱ぐんじゃなくて。とりあえず、ズボンは最後にして、まず頭。もうこれはさすがに大丈夫だよね。うん、これは大丈夫っぽいですね。じゃあ次。上半身、脱いでみましょう。これも大丈夫じゃない？あ、ダメだ。上半身ダメなの？厳しいね。だってもう、この人たちなんてもう、ほぼ上半身着てないようなもんじゃん。別に。まあ、一応下半身パターンもやっとくか。まあ、ダメだと思うけど。ほい。いけんの？ちょっと待って。パンツはオッケーなの？この街。どういうこと？じゃあ、乳首だったってこと？じゃあさっきだってここ上半身セーフだったやん。皆さん、パンツは大丈夫でした。というわけで、いかがでしたでしょうか？この街に来たら皆さん、くれぐれも、鎧だけは取らないように、上半身はしっかり着ましょう。下半身は気にしないでください。はい、というわけで、良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画も見てください。バイバイ。